挿入コマンドについて説明していきたいと思います。よろしくお願いします。皆様が PowerPoint を使う際に、よくおそらく使うであろう挿入コマンドですけれども、どのような、コマンドがあるのかというところを説明していきたいと思います。では早速、いろいろ入れていきたいと思うんですが、はい、挿入タブにあります。まず、皆様がよく使われるであろう画像コマンドですね。はい、こちらをクリックしますと、はい、このように、ライブラリが出まして、実際に、コンピューターの中にある画像が選択できるようになります。はい、でですね、実際にスライドに取り込みたい画像をクリックして、選択して、で挿入ボタンを押しましたら、こういった形で画像をスライドの中に入れることができます。もちろんですけれども、ご覧のように、画像の四隅ですね、をクリックしてマウスを動かすことで、画像の大きさを変更することができます。はい、では次にですね、挿入コマンドの今度は図形コマンドをクリックしてみましょう。はい、そうしましたら、さまざまな図形の欄が出てきました。はい、こちらでですね、実際にスライドで使用したい図形ですね、こちらを選択して挿入していきます。では実際にこのブロック矢印のこの右矢印ですね、こちらをクリックします。はい、で、スライドのお好きなところでクリックをしながらマウスを動かすと、こういった形で、選択した図形の大きさを決めながら、挿入することができます。で、好きな大きさでクリックした指を離すと、こういった形で変更された大きさで、図形が挿入されます。もちろんですけれども、挿入をした後でもこの矢印の大きさはこの四隅をクリックしながら動かすことで変更することができますのでご安心ください。はい、では次のコマンドですけれども、挿入タブのおそらくなかなか使わないとは思いますけれども、表コマンドを使ってみます。はい、これは頭の片隅にでも入れておいてください。実際にどう使うのかと言いますと、表コマンドをクリックしまして、こういった画面が出てくると思うんですが、マウスを左上から動かしていくと、こういった形で、はい、実際に今4行5列の、グラフが選択されていると思うんですけれども、そのままの表がスライドの中に挿入することができます。はい、でこの状態でクリックをしますと、この大きさの表が反映されて実際に挿入することができます。で、今までのものと同じようにこの四隅をクリックしたまま移動することでこちらの表もですね大きさを変えることができますので、はい、ご安心ください。はい、では最後にですね、皆様よく発表の時に使われるであろうグラフをクリックします。はい、グラフのコマンドをクリックしますと、このようにグラフの挿入というところでさまざまなテンプレートが出てくると思います。縦棒ですとか折れ線、横棒、面、散布図ですとかさまざまあると思いますが、基本的には、縦棒、折れ線、円がメインになると思います。はい、ではこちらのそうですね、縦棒、折れ線でいきたいと思います。実際にこのデザインですとかも選択できますので、お好きなものを選択して、では最後に OK を押しましたら、はい、こういった形で、画像を挿入することができます。はい、ではですね、で実際になんですけれども、こういった形で、グラフを挿入してですね、この Excel の画面が出てくると思うんですが、これは実際に挿入されたグラフのですね、データになっております。ですので、こちらの中のデータがこのグラフに反映されているので、こちらの中の数字をいじりますと、こういった形でグラフ自体を変えることができます。はい。というところで、こういった形でグラフを作って、さまざまな表現の仕方で発表することができます。ということで、こういった形の挿入を駆使しますと、あくまでも一例ですけれども、こういった形で、アンケート結果ですとか、グラフの結果ですとかっていうところを発表することができます。ぜひこの技術を覚えてください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。